第12競争、今日のメインレース、農林水産大臣商店第35回マイルチャンピオンシップ南部杯 G1、ダート1600メートル16頭です。ソリストサンダー、ミスティネイル、タイムフライヤー、カフェファラオ、オンザロックス、イグナイター、サンライズノバ、ヘリオス、アルクトス、バケーション、神の子、ゼットセントラル、マイネル、ヘルツアース、ゴールデンヒーラー、シャマル、エアスピネル。偶数番角は収まります。イグナイター。収まって、ミスティネイル。馬場コンディション不良です。15頭ゲート内係員が離れます。最後エアスピネル、エアスピネル収まります。スタートしました。マイルチャンピオンシップ南部杯スタートです。先行争いシャマルが行きます。そしてゴールデンヒーラー、その外目から上がってエアスピネル、内の方からヘリオスが前の方に上がっていきました。イグナイターがおります。さらにその後ろですが、外目カフェファラオは現在後位後ろにつけています。ソリストサンダー、イグナイター、さらにはバケーション、タイムフライヤー、向こう上面です。前固まっておりますが、8番のヘリオスが先頭、わずかにリード1馬身です。2番手1番ソリストサンダー、9番アルクトス、3番手シャマル、 1000m 通過、うちイグナイターいて1馬身後ろに3番のタイムフライヤーです。外16番エアスピネル、中段位置に10番のバケーションつけました。さらに7番サンライズノバ、後方勢間が空きましてオンザロックス、ゴールデンヒーラー800を通過、2馬身後ろに神の子、大きく遅れまして後方勢です。マイネルヘルツアース、 Z セントラル、2番ミスティネイル。第3コーナーに前はかかります。ゴール前600の標識を通過、ヘリオスが先頭です。体半分のリード、1番ソリストサンダーが2番手、その外目からじわっと前の方に上がろうとしておりますが、シャマルが現在3番手、内イグナイターです。さらに歩くと3連覇を狙います。現在5番手、400の標識を通過、前の争いですが、今度は外目からカフェファラオか、4番のカフェファラオ先頭か、カフェファラオヘリオス、カフェファラオとヘリオス、内をついてイグナイター、内からイグナイター来る、内からイグナイター来る、そして外からシャマルです。先頭はヘリオス、先頭ヘリオス、内からイグナイター、カフェファラオ、1番外からシャマル、1番外からシャマル、外から4番のカフェファラオ、カフェファラオヘリオス、カフェファラオヘリオス、カフェファラオヘリオス、並んだ五輪、カフェファラオかヘリオスか、シャマル、そしてその後ろにイグナイター、カフェファラオヘリオス、2頭の争い、内8番のヘリオス、外は4番カフェファラオ、ゴール前際どい勝負、手に汗握る。さあ一戦はどちらか、4番カフェファラオ、8番ヘリオス、これからゴール前のストップモーション、外4番カフェファラオ、内に8番ヘリオス、4番のカフェファラオ、8番のヘリオス、2頭の争い、3番手15番のシャマル3番手でした。そして6番のイグナイターが4番手、14番ゴールデンヒーラー、7番のサンライズノバ。ゴール前の体勢どうでしょうか。4番のカフェファラオ、わずかに出たか、8番のヘリオスとの争いです。4番のカフェファラオ、アメリカンフェローの3区、アメリカサンバ、カフェファラオ、鞍上福永雄一、今画面上に映っています。うちに8番のヘリオス、この2頭の争いです。今日のメインレース第35回マイルチャンピオンシップ南部杯 G1、 ダート 1600m16 頭、4番のカフェファラオ、8番のヘリオス、ゴール前2頭の火花が散った争いは写真判定です。3番手に15番のシャマル、6番のイグナイター、4番手14番のゴールデンヒーラー、5番手です。勝ちタイムは1分34秒6です。4番のカフェファラオ、8番ヘリオス、2頭の争いは現在写真判定中。最終12レースマイルチャンピオンシップ南部杯、写真判定の結果が出ますまで今しばらくお待ちください。
方に上がろうとしておりますが、シャマル、シャマルが現在3番手、内イグナイターです。さらに歩くと3連覇を狙います。現在5番手、400の標識を通過、前の争いですが、今度は外目からカフェファラオか、4番のカフェファラオ先頭か、カフェファラオヘリオス、カフェファラオとヘリオス、内をついてイグナイター、内からイグナイター来る、内からイグナイター来る、そして外からシャマルです。先頭はヘリオス、先頭ヘリオス、内からイグナイター、カフェファラオ、一番外からシャマル、一番外からシャマル、外から4番のカフェファラオ、カフェファラオヘリオス、カフェファラオヘリオス、カフェファラオヘリオス、並んだ氷。盛岡競馬第12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連複24、1300円、馬番連複4番、8番、2160円、馬番連単4番、8番、3160円、三連複4番、8番、15番、3860円、三連単4番、8番、15番、18210円、単勝、複勝、ワイドについては場内テレビでご案内いたしております。第12競争、今日のメインレース、農林水産大臣商店第35回マイルチャンピオンシップ南部杯 G1 ダート 1600m16 頭です。ソリストサンダー、ミスティネイル、タイムフライヤー、カフェファラオ、オンザロックス、イグナイター、サンライズノバ、ヘリオス、アルクトス、バケーション、神の子、ゼットセントラル、マイネル、ヘルツアース、ゴールデンヒーラー、シャマル、エアスピネル。
偶数番角は収まります。イグナイター、収まってミスティネイル、ババコンディション不良です。15頭ゲート内、係員が離れます。最後エアスピネル、エアスピネル収まります。スタートしました。マイルチャンピオンシップ南部ハイスタートです。先行争いシャマルが行きます。そしてゴールデンヒーラー、その外目から上がってエアスピネル、内の方からヘリオスが前の方に上がっていきました。イグナイターがおります。さらにその後ろですが、外目カフェファラオは現在後位後ろにつけています。ソリストサンダー、イグナイター、さらにはバケーション、タイムフライヤー、向こう上面です。前固まっておりますが、8番のヘリオスが先頭、わずかにリード1馬身です。2番手1番ソリストサンダー、9番アルクト、3番手シャマル、 1000m 通過、うちイグナイターいて1馬身後ろに3番のタイムフライヤーです。外16番エアスピネル、中段位置に10番のバケーションつけました。さらに7番サンライズノバ、後方勢間が空きましてオンザロックス、ゴールデンヒーラー800を通過、2馬身後ろに神の子、大きく遅れまして後方勢です。マイネルヘルツアース、 Z セントラル、2番ミスティネイル、第3コーナーに前はかかります。ゴール前600の標識を通過、ヘリオスが先頭です。体半分のリード、1番ソリストサンダーが2番手、その外目からじわっと前の方に上がろうとしておりますが、シャマル、シャマルが現在3番手、内イグナイターです。さらに歩くと3連覇を狙います。現在5番手、400の標識を通過、前の争いですが、今度は外目からカフェファラオか、4番のカフェファラオ先頭か、カフェファラオヘリオス、カフェファラオとヘリオス、内をついてイグナイター、内からイグナイター来る、内からイグナイター来る、そして外からシャマルです。先頭はヘリオス、先頭ヘリオス、内からイグナイター、カフェファラオ、一番外からシャマル、一番外からシャマル、外から4番のカフェファラオ、カフェファラオヘリオス、カフェファラオヘリオス、カフェファラオヘリオス、並んだ五輪。それでは勝利ジョッキーインタビューです。マイルチャンピオンシップナブハイ、お見事カフェファラオ号で制しました、久永雄一騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ち教えていただけますか？いや、ゴールした瞬間はね、勝てたかどうかわからなかったですけども、それぐらい、タフなレースでしたけども、カフェファラオ自身が勝利をもぎ取ってくれたのかなと思います。
レースなんですが、まあ、本馬にとって得意のダートマイルかなと思いますが、初の盛岡コースどのように乗ろうと考えていましたか。まあ、コース形態としては、ね、この前に一番あった、スタートしてから最初のコーナーまでの直線が長いというところは一つのポイントだったんですけど、まあ、ちょっと内目の枠が当たっていたんで、あまりこう、揉まれるような競馬だとちょっとやる気をなくしてしまう時もあるんで、やっぱりスタートから、ポジションを取るまで、まあ、そこが一番鍵になるなとは思ってました。今日は位置取りとしては思った位置につけられましたか。そうですね、スタート自体は悪くなかったんですけど、やっぱりその後の二の足があんまり良くなくて、まあ、周りの様子を見ながら伺ってたんですけども、まあ、うまくスペースがあって3番手に入っていけたんでね、問題ない形に収まったと思います。まあ、4コーナーで、抜け出せるかと思いましたが、このあたり、タイミング的にはどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、フェブラリーステックスの時ほどいいリズムでは、もう少しちょっとプレッシャーがきつい中での競馬だったんで、ちょっと追ってからどうかなっていうのもあったんで、早めにちょっと動いていったんですけども、逃げてた馬もね、また差し返してきて、本当に最後まで苦しい戦いでしたけども、馬が本当によく頑張ってくれました。まあ、ゴール前かなりこう接戦となりまして、まあ、しびれるレースだなと思いましたが、まあ、先ほどね、まあ、勝ったかどうか分からなかったということでしたけど、ゴール前の、瞬間の気持ちっていうのはどうだったんでしょうか。いやもう分かんなかったですね。差し返してきたのは分かってたんで、最後こう馬体がずっと並んでたんでね、そうですね、あんまりもううち見ないようにしました。見たら気になっちゃうんで、はい、馬だけ見てました。ではここ3戦福永騎手手綱取ってると思いますけど、まあ、福永騎手が感じるこう本場の、得意そうなレースといいますかコース、どう感じてますか。まあ、結果を見てもね、1600m のこういう、東京競馬場とか盛岡のコース形態は一番いい結果が出てるのかなとは思いますけども、結構やっぱり気分屋さんなところがあるんで、今日も返し馬からあんまり機嫌良くなさそうだったんで大丈夫かなと思ってましたけど、よくそんな感じでもね頑張ってくれました。今後さらに期待高まると思いますが、そのあたりいかがですか。いやもう G1 タイトル取ってる馬ですからね、これから一戦一戦ねいい結果を出せるように頑張っていけたらなと思います。では福永騎手、最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、本当に霧が濃くてどうなるのかなと豊さんと一緒に不安になってたんですけど、無事ねこう晴れて、で雨も降らずにいい状態でレースできて、そういうレースを見ていただけてよかったと思います。たくさんの人に遅くまで残っていただきましてありがとうございます。また、次は JBC、まだノルマ決まってないですけど来れたら来たいなと思います。今日はありがとうございました。福永騎手でした。おめでとうございました。それでは表彰に移らせていただきます。重賞競争農林水産大臣賞典第35回マイルチャンピオンシップ南部杯の表彰式を行います。まずはじめに優勝馬カフェファラオ号の関係者の皆様をご紹介いたします。馬主西川浩一様、調教師堀範之様、騎手福永雄一様、厩務員鈴木直樹様でございます。はじめに農林水産大臣賞の授与です。農林水産省畜産局競馬監督課課長補佐小原博様より馬主に対しまして賞状並びにメダルが贈られます。それでは馬主西川様、代理で堀調教師にお受け取りいただきます。賞状でございます。おめでとうございます。続きましてメダルが贈られます。おめでとうございます。
続きまして南部杯の授与でございます。南部家第46代当主南部俊文様より馬主に対しまして優勝盾が贈られます。馬主西川様、代理で調教師にお受け取りいただきます。おめでとうございます。続きまして日本中央競馬会理事長賞の授与です。日本中央競馬会競走部番組企画室長高松智之様より馬主に対しまして賞状並びに金牌が贈られます。馬主西川様、調教師 堀調教師にお受け取りいただいております。続きまして金牌が贈られます。おめでとうございます。続きまして日本馬主協会連合会長奨励賞の授与です。日本馬主協会連合会障害事故防止副委員長小林幸明様より馬主に対しまして賞状並びに純金のペンダントヘッドが贈られます。それでは馬主、西川様代理で堀調教師にお受け取りいただきます。おめでとうございます。賞状でございます。続きましてペンダントヘッドでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして日本地方競馬馬主振興協会会長賞の授与です。日本地方競馬馬主振興協会副会長山本武史様より馬主に対しまして賞状並びに商品券が贈られます。それでは馬主西川様代理で堀調教師にお受け取りいただきます。続きまして商品券でございます。そして岩手県馬主会長賞の授与でございます。一般社団法人岩手県馬主会会長山本武史様より馬主に対しまして商品券贈られております。おめでとうございます。続きまして地方競馬全国協会理事長賞の授与です。地方競馬全国協会理事長斉藤博士様より馬主に対しまして賞状およびクリスタルトロフィー並びに岩手県畜産品のパネルが贈られます。では馬主西川様、堀調教師にお受け取りいただいております。おめでとうございます。続きまして調教師騎手失礼いたしました、岩手県畜産品のパネルでございます。続きまして調教師騎手厩務員に対しまして賞状並びにタンブラー贈られます。それでは堀調教師おめでとうございます。続きまして騎手福永様おめでとうございます。厩務員の鈴木様でございます。おめでとうございます。続きまして全国公営競馬主催者協議会会長賞の授与です。全国公営競馬主催者協議会事務局長秋田正春様より馬主に対しまして賞状並びにオリジナルバッグが贈られます。それでは馬主西川様、代理で堀調教師にお受け取りいただきます。おめでとうございます。続きましてオリジナルバッグでございます。おめでとうございます。続きまして岩手県知事賞の授与です。岩手県知事達人拓也様より馬主に対しまして優勝カップが贈られます。それでは馬主様、代理で堀調教師にお受け取りいただきます。優勝カップでございます。おめでとうございます。最後に開催執務委員長賞の授与です。滝山開催執務委員長より調教師騎手厩務員に対しまして岩手県産品の目録並びに花束が贈られます。それでは堀調教師でございます。おめでとうございます。続きまして福永騎手に贈られます。おめでとうございます。
最後に厩務員鈴木様に贈られます。おめでとうございます。ファンの皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。関係者の皆様に今一度大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式終了いたします。本日誠におめでとうございました。